たけや、今何してんの？あ、今仕事してます。そっか、お前ほんと頑張ってんな。お前なんで音楽やってんの？あ、昔からずっと音楽は好きでしたからね。そっか、俺はさ、18の時にダフィンノーズと SA のダイバーキャッチャーってさ、それからずっと夢を追いかけ続けてるんだよな。あ、よく聞いてます。あの時のラフィンのライブ最高だったんだよ。もう最高って感じでさ、とにかく最高だったんだよ。タケは初めてライブやったのっていつ？初めては高2の文化祭ですかね。奥さんいつですか？俺は高3の秋でライブハウスだったね。秋田のライブハウス。その時俺ベースボーカルで、ベースボーカルでオフスプリングやったな。まあ、いつの間にかこの年になっちゃったけどね。タケは、お前アダム好き？はい、好きです。俺もアダム大好きなんだよ。まあ、そうですか。東京でいろんなバイトやったけど、もうすぐクビになっちゃってね。でも、藤江さんが拾ってくれて、こうやってライブハウスで今弾けて混ざれてるんだよね。そうなんすね。まあ今さ、アダム大変だけど、力を合わせて頑張っていこうな。